今度こそ決着をつけるぞ。 行くぞ。 ここなら奴に逃げ場はない。 追い込むぞ。 そろそろ回復した方がいいのではないか。 注意しろ、迂闊に近づくな。 Thank you.
げとキリがないぞ。注意しろ、迂闊に近づくな。構えろ。
ムドへ行かずち。そろそろ回復した方がいいのではないかと。子孫よ、我が血を継ぐ者ルージュよ。その声は我らにずっと話しかけてきていた。我は汝の遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたゲルド族の戦士にして雷を司る賢者なり。力強き雷を放つ汝の戦いぶりは見事。さすがは我が子孫ゲルドの誇りよ。あれは砂塵の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は
先ほど触れた石、秘石が汝の手に渡るのを防ぐことだった。魔王、秘石。そう、その二つが汝に大きく関係してくるのだ。故に心して聞いてほしい。封印戦争と呼ばれる戦い、そして我が一族の宿命を。それは今よりはるか遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする巨悪が現れた。それこそが魔王、我らゲルドの長であった男が力への猛襲の末魔物と化した姿だが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。ラウルは魔王と戦うためのすべとして秘石を我らに渡した。それは持つ者の力を倍化させる秘宝。我もその一人、イカズチの賢者として秘石を携え戦いに臨んだ。しかし奴は強大であった。我が雷撃にも動じぬ頑強さ、揺るがぬ覇気。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。それが封印戦争。そのしばらくの後、6人の賢者が1人、時の賢者が我が元を訪れ、ゲルド族の宿命を決定づけた。魔王の封印はいずれ解け目覚めます。その時彼に、剣士リンクには対抗する力がなくてはなりません。どうか彼に力を貸してください。イカズチを司るゲルト族の力を。我らになすべきことが定まった瞬間だった。魔王討伐は我らの大願。魔王を生んだ一族の責、その償いも込め応えよう。我がゲルド一族は魔王復活の時、再び雷の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。これが封印戦争の顛末と我が一族の宿命だ。汝らの活躍でゲルドの町は救われた。しかし魔王復活は近い。我が子孫ルージュ、どうかこの秘跡を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。リンクと共に戦うのがわらわの宿命だと。族長としての任、賢者としての宿命、そしてリンクとの共闘か。面白い。魔王とやらにこの世界を好きにはさせぬ。この秘跡わらわが受け継ごうぞ。
わらわはイカ槌の賢者。見よ、これが賢者の力だ。はっ！リンク、手をこちらに。イカ槌の賢者、ルージュの名においてそなたと共に戦うことを誓う。受け取れ、これがその証だ。その指輪で、わらわの力はいつでもリンクと一緒だ。やっと、そなたに恩を返せそうだな。では、町に戻るとするか。さあ、